マッチです。プラグインを使わずに、機能をプラスする方法っていうことですね。えー、この方法ですね、えー。PHP ファイルとかを触っていきますのでね、ちょっと敷居が高いかもしれませんが、えー、よーく注意して作業すると、えー、結構簡単だったりするんですね。で、えー、まずですね、この注意事項ですね。 今回の方法は Functions PHP。まあ、Functions PHP だけじゃないんですけど PH、PHP 全体に変更を加える方法を使いますので、間違えてしまうと、WordPress が真っ白になる危険性があります。まあ、親テーマに直接書くんじゃなくて、個テーマを使ってくださいということでですね、参考の動画とかブログ記事がありますので、まず参考にしてくださいということ。 から始まりましてですね。プラスできる機能っていうのがですね。こういった感じですね。マニュアルを設置してみたり、人気記事を表示してみたり、関連記事を表示する、過去記事、記事をランダムに表示する、タグクラウドを表示する、ソーシャルブックマークを表示するなどですね。ね、えー、まずですね。 えー、管理画面にマニュアルを追加するっていう部分なんですけども、これは、えー、過去動画にありますので、えー、まあそちらにあの記事のアドレス今表示しますけど、えー、そちらを参考にしていただければと思います。で、次に人気記事を表示するっていうことなんですけども、えー まあ、過去記事の中からですね、どの記事が一番表示されているのか、えー、そういうのをですね、選んで、えー、表示させる方法があります。で、やはりですね、あのー、このタグっていうのをね、えー、こう動画の中で見ただけではわからないので、またブログ記事を参考にしていただければと思います。で、こちらの関連記事を表示するっていうのもですね、 えー、表示してるのは、最も多く使われているオーソドックスな、えー、タグをこう表示しております。で、この、この、えー、記事表示に関してはですね、えー、ワードプレスコーデックスの日本語版の方で紹介されてたりしますので、えー、こういった過去記事を表示するっていうのもそうですね。 あのー、ワードプレスコーデックスのね、日本語版で、えー、ちゃんと、えー、こういうやり方を使ってくださいということでですね、えー、紹介されている部分になります。で、次がですね、えー、記事をランダムに表示する。ねえー まあ最初ちょっと JavaScript にしようかどうしようかと思ったんですけども、まあ、コーデックス見てると、えー、PHP で、えー、こういう使い方があるということありましたので、えー、これも掲載しておきます。で、次に。 タグクラウドを表示するっていうことですね。まあ、あの、記事をね、ずっと書いていくとタグが溜まってくるんですけど、いろんな記事で使ったタグとかですね。で、もちろん重複するタグとかが出たりですね。えー、いろいろあるんですけども、えー、使用回数順に、えー、タグクラウドを表示してくれるタグがあったりですね。まあ、 あの、タグだけじゃないしに、ね、カテゴリーも一緒にあったりですね。で、ソーシャルブックマークなんですが、ソーシャルブックマークも、あのー、こちらですね、えー、このソーシャルブックマークをプラグインなしで、ワードプレス投稿記事に表示させるっていうね、えー、動画がありますので、こちらも、えー、そちらを見,見て参考にしていただければと思います。 で、今回のですね、えー、内容につきましては、あの、タグが結構多いです。あの、ということで、えー、ブログ記事をゆっくり見ていただけるように、YouTube 動画詳細の方に、えー、ありますので、そちらからご覧になってください。で、どうしても自信のない方はね、えー、優勝対応になりますけど、えー、熊八の方にご依頼ください。 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。